あたいは、おぶち、ゆうこ。ドリル、ゆうこと、言われる？ドリルで、パソコン、破壊した。どうして、こうなったか。それは、えへん、それは話せないの。それでは、弁護士の郷原さんと、元週刊朝日編集長の山口さんの話を、ちょっと聞いていただこう。どうも、その政治資金収支報告書の、まあ、未記載で費用が1億円以上あるんじゃないかみたいなことが指摘されました。まあ、その後いろいろな、まあ、疑惑が出てきたんですけれども、なぜドリルかというと、そういうデータを、まあ、こうパソコン上に、まあ、しまってあるのをハードディスクをドリルで穴を開けて破壊したということで、すっかり検察の捜索で発見されたんです。それがつまり単なる政治資金規正法違反だけではなくて、証拠の隠滅っていうか、こう隠蔽行為をやっていたということが、まあ、指摘されてしまったということで、まあ、お父さんが小渕恵三、恵三さん、はい、元総理大臣ですよね。うん、その小渕恵三さんが首相在任中に急に亡くなられて、うん、そうですね。うん、その後まだ20代のね、はい、この小渕優子さんがです。まあ、典型的な世襲議員です、ね。うんうん、でおそらくですね、この小渕さんが引き継いだ選挙地盤、うん、そこにはいろいろですね、地元の支持者との間の付き合いがあるわけですよ。うん、まあ、そうでしょうね。うんうん、で、あの常習戦争、中選挙区でいた、うん、まあ、そういう時にやはりその地元有権者に対する艦隊っていうのはもう大変なものだったと思う。そうですね、サービス合戦ですよね。それが初期にパソコンにドリルで上がったんだろう、ね。うん、まあ、ということになると、やっぱりこの小渕優子さんの政治家としてのこれまでの歴史の中、うんうん